北見氏は、鎌倉幕府の有力御家人、武蔵江戸氏の後裔の一族。武蔵江戸氏23代当主、江戸勝忠氏が、徳川家康から、北見の地を安堵され、北見氏を名乗ったのが、始まりとされる。着流は、北見藩藩主家となった。北見氏は、名族秩父氏の流れを汲む武蔵江戸氏の後裔の一族。江戸氏は、平安時代後期に江戸里を領地とした、江戸重次を祖とし、多数の支流一族を排して、武蔵国の広範囲に勢力を拡大した。しかし武蔵平一揆で、総領家は衰退し、戦国時代になると、江戸氏は、江戸を太田道灌に明け渡して、北見に移り、その後は、後北条氏に属して、世田谷城主吉良氏に仕えた。しかし、天正18年の豊臣秀吉の小田原攻めの余波を受けて、世田谷城も攻撃され、吉良氏朝は、下総に逃れた。徳川家康が江戸に入ると、江戸勝忠は家康に仕え、北見の地を安堵された。そして、江戸氏を改めて、北見氏とした。勝忠は、関ヶ原の戦い、大阪の陣に従軍した功績から元和元年に、近江国軍大となる。その後も摂津、泉、河内の3カ国奉行を務め、御用税院の総令を務めるなどの功績を挙げたことから、2000石にまで加増された。勝忠氏から数えて3代目、北見重政は、徳川綱吉の小川御所にまで出世して2000石、後には6800石余りを加増され、合計1万石の所領を領することとなり、諸侯に列した。さらに、側用人にまでなっている。その後2万石の大名に列するようになり、北見藩折津藩、北見村慶元寺前に陣屋を構えた。重政は、綱吉の、生類憐れみの令による犬大師範役になったが、元禄2年、突然改易され、廃藩、藩主家としての北見氏は滅びた。北見重政改易の理由については、改易直前の元禄2年1月3日、重政のいとこである旗本、北見重治の屋敷にて重治と重治の妹の夫、浅岡忠国が喧嘩になり、重治が直国を殺害し、重治もその罪で斬首に処されるという事件が起こり、綱吉の心証を害したのが原因とも言われる。しかし重政改易と前後して、多数の将軍側近が失脚している事実から、世田谷区立郷土資料館、北見市と北見流茶道にて指摘されたように、柳沢吉保による陰謀説を唱える向きもある。また、同時代の山本城長が重政を忠実至誠の武士として称賛していることから、改易の死因は、当初、理想主義的な姿勢として導入された、生類憐れみの令が悪法化する兆しが見えてきたことに対して、重政が忠誠心から綱吉へ、過失について何らかの指摘を行ったことが失脚につながったのではないかとも考えられる。いずれにせよ真相は不明である。重政の改易後、生類憐れみの令は急速に厳罰化、悪法化していく。その後、北見重政の子、北見忠政は、正木藩主となっている。旗本の北見重勝は、義兄の佐久間実勝ちに茶道を学び、後に、父の勝忠氏と親しかった、小堀正和に師事し、改伝を受けた。両流派の茶道を学んだ重勝は、茶人としての技量を高く評価され、北見流茶道を創設するに至った。世田谷区成城3丁目のお茶屋坂は、彼の茶室があったことに由来し、名付けられた。北見市、ありがとうございます。